皆さんこんにちは、キスケです。今回ですね、ドラゴンクエストライバルズ実況を始めていくんですけども、今回はキスドラゴンミネアになります。はい。で、このキスミネア、あ、ではこのじゃないけどこのデッキじゃないんやけど、ランカーの中にね、キスドラゴンミネアがいたんですよね。はい。ということで、キスドラゴンが戦えるっていうことが分かってたんで、今回自分でね、組んでみてランクマッチ回ってみようかなと思います。はい。で、銀のタロットを採用してません。その代わりシャイニングと大魔導、この辺でしっかりと占いを自分の思い通りにしていくと。で、大魔導の超必中はできれば神竜に使ってあげたいかな。ロングゲームになればなるほどね。例えばアグロ相手とかだと普通にキースドラゴンに超必中使って、回復しつつ処理しつつみたいな動きでもいいと思うんやけど、相手によっては使い分けていくって感じかな。はい。で、基本的にシャイニングはやっぱり初手でキープしたいようなカードに なってますよね。で、あとはしっかりとブラッドレディで、アルカナバースト2枚で、偶数が結構入ってますよね。1、2、3、4、4枚。だから結構外れることもあるかなとは思うんですけど、この辺の偶数カードはちょっとね、インキュバスとかアルカナバーストとかその辺が外れたとしてもちょっと強すぎるんで、ここは採用しておきたいです。はい。あとは一角竜でドラゴンカードをしっかりとサーチしてきて、ブラックドラゴンの火力を上げたりとか、キースドラゴンのコスト下がりますからね。これサーチしてきたら4コストで使えるんで相当強くなると思います。はい。で、竜の激鱗が1枚ピン刺しされてるんですけども、これはね、ほんまにテンポの塊みたいなカードなんで、すごい強いんで、1枚ピン刺してますというわけですよね。はい。基本的な勝ち方は、序盤押し切れるならもうこの中盤の、ユニットで押し切ってしまう。で、ロングゲームになったら超必中侵入を狙っていくと。結構オールラウンドに戦えるデッキになってるのかなと思うので、よろしければですね、チャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それではランクマッチやっていきましょう。さあ、対戦やっていきましょう。お相手はククールですね。おお、サンコスのオンパレードこの辺でいっか。はい、悪くない。一角竜も速攻出してドラゴンを引きに行ってもいいかもしれないですね。これね、変わってますね。一応全部変えちゃったんで、はい、よいしょ。特技カードが、竜の激鱗1枚しか入ってないんで、あ、ちゃうわ、アルカナバーストとかも入っとったわアルカナ、なんだこれアルカナバーストとかも入っとったわ。失敬、申し訳ない。メラゴーストカード回していこうか。あ、かっけー、めっちゃかっこいいやん。キースドラゴンいいね。しかもコスト下がる、最高。行こうか。さあ、バルンバーでいっか。シャイニングないとちょっとキースドラゴンがね、使いづらいんですよね。多分突撃小僧入ってるってことはグレイナル確定サーチのククールちゃうかなとは思うんですけどね。いかがかな。お、ブラレ、なるほど。1点、何の1点やそれ。フェイス、さて何にしようかしら。フェイスね。ブラレ2枚目引いていく、強すぎ。ブラレ返ししてぶつけるか。あ、ちょ、後列でいいな。はい、でぶつけよう。エンド、こづいときます。ツンつって、俺のターンだ。ブラレずっと飛んどんな何が嬉しくてそんな飛んでるんや。オルゴやめてほしいけど、よし、オーケーオーケー、イージーイージー。いやー、これ3点出せたらめちゃくちゃ強いねんけどな。シャイニング引いていく、そりゃシャイニングやで。シャイニング、テンションアップ。
エンド。さあ行こうか。ソラーシャイニングやわ。これでキースドラゴン刺さってくるし、いい感じちゃう。さあ5ターン目フォレストドラゴン。ぶつけていく。ぶつけるだけぶつけて終わりってか。まあキース行くか。アルカナバーストも引いたか。キース、ほい、はい、3点ダメージ。ドーン。まあどうせ処理されて回復されるんで、ここはぶつけときましょう。はい、エンド。ほい、さあ6ターン目。どうするか。やめてほしいユニットがいる。やめてほしいユニットがいる。トップやなそれ。トップやな。トップグレーならやめてな。やめてほしいユニット1人。1人って言わんか。1匹、1頭。竜は1頭か。精霊の矢、小づくだけ。なるほど。私のターン。何の冷やかしや。何の冷やかしだ。神竜しっかりと引いていく。バルーンバ、インキュバス。ほい、インキュバース頼むで。はい、よし、頼むで。しかしエンド。次の何やろな、ベリアルか。まあいい感じに取れてるね。うん、はいはいはい。さあ7ターン目。まあザラキ打ってくれるならこっちは嬉しいよ正直。福音テンションアップ、回復挟んで小づいていく。しっかりと。何を狙ってんねや、こいつを。精霊の矢でと、なんのやろ。ほんまにわからへんわ、怖い逆にね。うん、ほい。うわかっけえ、かっけえなこれ。キースドラゴン、ミレイユ行きましょうか。こっちか。うん、頑張りましょう。みんな頑張って。はい、大魔導いただきます。ごちそうさま。で一角竜はあえて出しません。うん、超必中神竜から一角竜とかもねすごい強く出るんで、それをちょっと待とうかな。あ、お疲れ様でした。対戦ありがとうございました。さあ対戦やっていきましょうか。お相手アリーナですね。何アリーナかな。こういう感じで。なるほど、サンディか。先行やからブラッドレディ刺さるかな。まあアリーナに対したらまあまあまあ刺さるかなっていう話やけど。サンディ、はい。私たちにかかればまあ敵じゃないって感じ。うん、気合い入れてくよ。サンディ出して一角竜とか出していく。テンションアップ、はい。私の技味わわせてあげる。オッケーね。まあもう一角竜出していきましょうか。うん、バルンバも引けてる、これはでかい。エンド。ほい、さあインキュバスが刺さってくれれば。ハリセンモグラ、テンションアップ。まあサンディでぶつけちゃいましょうか。うん、いやまあブラレでいいか。これブラッドレディようやく使える盤面じゃないこれ。あ、でもブラレ返しがあるのか。ブラレ返しされたらちょっと具合悪いからな。それだったらインキュバスの方が強いな。うん、インキュバス44の方が絶対強い。あ、なるほど、なるほど。ブラレの方が強かったみたいですね。
運のない男よ。魔物使いスライムか。スライムでこれ入る？ハリセンとか多分入らんと思うけど、入れてみたって感じか。はい、えい、いやテンション回すか。エンド、はいはい、スライムやったら前列に効果のある特技カードは入ってないはず。聖剣好き回し蹴りは入ってないはず。まあストレートパンチか。あ、それかテンション回すだけ。まあまあまあこれはしゃあない。はいはい、ストレートパンチおいで。ドレアムも気ぃつけなあかんからね。さあ余った3コストいかがかな。間違えた。手札は、あ、見えない9枚。魔物使い、テンションアップ、エンドと。もうまあ見ようか。おい、バルンバの方が強そうかな。キースドラゴン、バルンバの方が強そうやね。はいはい、フェイスとエンド。はい、まあ7ターン目にはシャイニングからのキースドラゴンっていう動きがまあまあ取れるっちゃ取れるんで、いっちゃいいか。飛び蹴り、え、回し蹴り入ってなんだこのデッキどういうリストやこれ。何デッキかまだ分かんないですね。パワフルバッチ来てないもんね。なんじゃ、なんぞ、もう普通にスライムやんなんだこれ、分かんねえな、よく分からん。シャイニングブラレで壁張るか。ほい、エンド。はい、これでまあキースドラゴンが3点吐けるんでええかな。どんがらがしちゃんか。あー、カワセミ2体目。どんがらドンは引けてないかな、わからんけど。スライムつむり、そいでスライムファング。はいはい、いや前列の特技が入ってんやったらちょっと考えなあかんな。ちょっと怖いわちょっと怖いわ、さすがに。いやー、ロー、まあいやでも前列だよな。いや後列で十分か。はい、はい、燃やしていく、処理処理、ローも展開するか。エンド、手札カツカツやねお手並み拝見かな。神竜の願い事どうするかな。大魔導引けてないんで、まあ1枚しか入ってないからね。まあさすがにバフが強いかな。ピピー、さあデッキ圧縮、スライムぐんぐんと、羽スライム、なるほど、戻していく。そんな死んでないよねユニット。多分神竜展開しても大丈夫やと思うねこれ。ぐんぐんとスライム、回復回復、せっせこせっせこ。はい、ミレイユ、神竜、これ何が強いかな。カードドローが強いかバフが強いか、すごい悩むな。いやさすがにカードドローが強いか。
ドロスか。うん、ドローしよう。さすがに手札2枚じゃ戦えるもんも戦えないんで。ててててててん、ほい、手札増やしたい。ナイス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 、いいよ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 。ええー、どええー、どええー、引きじゃ苦しゅうない、苦しゅうない。えっ、うん、ほい、エンド。そいや、回し蹴りも聖剣好きも入ってるみたいな、ある？格闘パンサーブラックドラゴン13点、十分すぎる十分すぎる。いや神竜やっぱ強えわ。手札ない状態からここまで持っていけんのはやばい。スライムつむり回復、オッケーオッケーオッケー。ドンガラドン出てなかったらこんなもんか。大魔導引いちゃった、大魔導引いちゃったよ。まあブラドラで圧力かけていくか。はい、どっしゃーん、ナイスところ、ドーン。はい、カードドロー、カード引きますね。ほい、手札を増やすのじゃ、ほいほいと。エンド。まあ多分これも相手ダークドラヤムしかないんですよね。ただ手札にドラゴンが1枚だけやから、ブラックドラゴンの火力がちょっと弱い、それが気がかり。さあデッキ回していく、まあ、結構回ってますよね。あでもそんなか、こっちと一緒か。サイ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 、この高き壁どう突破する。悩ましいね。精神統一、いやドレアムしかないと思いますよ。悩んでいく。悩んでんね。ドレアム出すか出さないかってこと、それとも他に選択肢があんのかな。早くしないと終わっちゃうで。羽スライムしかいないの心細すぎでしょ。目の前に神竜、こんなんにらみ聞かしてんのに。オッケー、対戦ありがとうございました。さあ対戦やっていきましょう。先行いただいていくお相手ククールですね。これはサキオンオルゴデミーラ目指していきましょうか。1コストね10枚ぐらい入れてんねんけどね。マリガンで引けへんのちょっと重症ちゃう。私のターンです。さあサンディ引いていく。まあ別にサンディよりテンションの方が強いから。ククール相手にはね、どうする。お、相手のククールもちゃうねイラスト、さすがさすがデンガな。さすがですわ。大魔導か、じゃあまあここで出してあげましょうか。はい、サンディ、さあ行こうか。一生顔が出ることのないサンディやろな。福音、うん、出ないね。さらに出ない。なるほど、まあバルンバエンド。まあバルンバとサンディセットでドングリベビー取れるっちゃ取れるんで、1点分なんでね、貴重な。ブラレー辛いな。なるほど、シャイニング、まあオルゴでしょ。
まあ取られてもいいかな。はい、さあ行こうか。スウェートブラレで取られて相手もオルゴっていう可能性が高いな。シャイニングも出しておきたい。あ、相手もオルゴでミイラしっかりと握っている。ほんで処理していく。はいはい、復活。何にしようかしら。さーてと、メラゴースト。まあテンション回すのが基地かな。はい、でデミーラ出してサンディ顔を出しちゃおうか。はいはい、エンド。これでまあ杖とデミーラだけじゃ取れないようにしておきましょう。俺のターンだ。パーソナとか入っとったらちょっと気分悪いけどね。さあさあ大魔導もどっかのタイミングで出しておきたい。お、杖でどっついていく。なんや殴る。なんだライバーン、テンションスキル。いや落ちるかそれ、当てない、当てない。よし、これはでかい。これは使うか迷うやろ、さすがに。使わんとけ。いや使うか。回復するぜ。一発外してくれればそれはもうそれででかい。よし、殺傷能力の高い。おーおー、すごいな。すげえな、殺傷能力高すぎでしょ。ブラックドラゴンアルカナバーストで沈めようか。おい、うっそ、終わりでしょそれ。試合終了のホイッスルが鳴っちゃうよそれ。なるほど、まあまあまあしゃあないか。はい、はい、エンド。さあそれはしゃあないな。どうするかな。偶数のカード入れてる俺が悪いもんな。間違いね。いやーこれ大魔導をまあぶつけるよね。そいで、あ、パーソナでよかった、よかったよかった。精霊の矢やったらちょっとね終わってたかもしれない。終わり疑惑。ライバーン、ライバーン素出しか。勇気いるくないかそれ。まあメラゴで落として大魔導でいっか。大魔導ほいほい、イエス、エンド。8コストやったらねメラゴーストしてブラックドラゴンでもう完全にテンポ取れとったんやけど、まあコストないからこれが最善かな。さあさあさあ、いやとりあえず取れたのか、どっちにしろ。まあでもキースドラゴン竜の激鱗メラゴーストで取れてちゃ取れてたっちゃ取れてたか。まあでもいいか、言ってもしゃあね。言ってもしゃあね。なんなら神竜でねちょっと使ってあげた方が強いかなっていう気がしたんで。福音杖優秀やな。オルゴデミーラ第二形態。ほんで杖でどつく。まあどっちも一緒やろな。いや一緒じゃない、キャンドルの方が良かったんじゃない。さすがに
いやテンション回さんかこれもしかして。ワンチャン回さんあり。ある。さあ悩んでいけ。時間も少なくなってきたし。悩め悩め。悩んでいけ。テンションアップ。回復するぞ。回復。当たらない。本当に殺傷能力が高い。えぐい。オッケー、いいとこ当たった。それはでかい。こっちに当たったらほんまに具合悪かった。それ回す必要ないと思うけどね。いやでもまあ死ぬもん、死ぬもんな。それは回すか。さあしっかりと当てていく。2発目も当てていく。エンドですよね。はい。何にしようかしら。何にしようかな。何でもいいような気がするけどね。どうするかな。ブラドラ竜の逆鱗がど安定すぎてそれ以外選べない。ブラックドラゴン、はい、ドーン、逆鱗、オッケー、はい、ターン終了。これ以外ないでしょ。ドスーン、オッケー、俺のターンだ。さあお次は超必中神竜ガツンと出していきましょうか。でザラキもちょっとケアしたいんで、新超必中神竜後ろでキースドラゴン前列っていう動きでいこうかなと思います。さあどうする。悩め。このテンポ力グレイなら引けてないのか。これはきつそうやね。悩んでいけ。8コスト。まあグレイナルでも全然怖くないな。いや悩んでんな。悩んでますな。時間も少なくなって悩んでますがな。さっさと終わらせるか。さあ時間がないぞククール。まあ、なかなか苦しい状況やけど、これ別にあれじゃないもんね、運ゲーじゃなかったもんね。ブラックドラゴンどっちにしろ両方処理しとったから。時間がないぞ。ククールさんいいのか。ダメっぽい。あなるほど。さあこのまま試合続行か。よし対戦ありがとうございました。いやー強い、強かった。皆さんお疲れ様でした。今回ですねキスドラゴン使ってみたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ非常にパワーがありますよね。銀のタロットとか魔術師のタロット、まあ愚者とか太陽とかその辺入ってないんですけども、それでも十分強い。うん、序盤やっぱり低コストのユニットを展開して、盤面を抑えていける。でまあ最後の最後、まあ、ロングゲームになったとしても超必中神竜があるというわけなんで、全然普通に強いと思います。序盤から中盤、終盤にかけて、隙のないデッキになってるんじゃないかなとは思いますね。はい、ということで、よろしければこちら、フリーマッチランクマッチで使ってみてはいかがでしょうか。よろしければチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。